everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。午後10時になりました。 FM79.7MHz FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋をお送りいたします。番組名旧名古屋は、FM 宜野湾がある宜野湾市旧名と名古屋を組み合わせた造語で、名古屋の情報を沖縄県宜野湾市から発信し、双方の魅力をお届けする30分番組です。 MC はラジオが好きで投稿生活に浸っている味噌煮込みスキーと、講師ともに各方面からトークが滑っていると指摘されている滑り王子マスクマン、そして深夜ラジオにハマり、ラジオは生活の一部にしている名古屋のダンサーズでお送りいたします。今週のテーマは学校です。今かぶっちゃったね。ああ、噛み合わなかったね。はい、メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya 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 です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し、 FM 宜野湾を選択してください。そして今日はゲストコーナーがあります。ゲストコーナーは、今日は電話で出演していただきます。本日のゲストは読谷のロックスターの直木屋さんです。22時12分頃からとなります。そうですね、今日直木さんとね、あのね、素晴らしいトークがしたいと思いますよ。あのね、ちょっとね、あの王子ね、喉の調子が悪いんですけどね、お聞き苦しいとこあると思いますけどもね、あの今日は申し訳ないです。あのね、あの先週お休みいただきましたけども、今日もね、本当はね、休みになっちゃうかなと思ったんですよ。それはいかんね。え、だってね、今日天皇陛下のね、即位のあの儀式あるじゃないですか。あったじゃないですか。ね、王子ね、あの国賓でね、呼ばれると思って、ね、ずっとね、案内待ってたんですけど。待機してたのね。そう、待機してたんだけど、一切ございません。ふざけるなー。もう、出だしから喉は滑るし、トークも滑ってるけれども。さて、さて、こんな番組ですけれども、この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8、ザ・カバース絶賛発売中、大城バネサの R サプライ。以上の提供でお送りいたします。はい、さて、じゃあメールをね、読んでいきたいと思います。はいはい、今日メールたくさんいただいてます。ありがとうございます。じゃあいきますね。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。銭形警部です。とっつぁーん ね、今週のテーマ、学校。逮捕するがなかったです。ああ、逮捕する。今日はなかったですね。今日はないんだ。逮捕されちゃやだな、今日のテーマ、学校といえば、今では少子化になったために生徒数が少なく、マンモス校と呼ばれる学校は聞かなくなりましたが、私の記憶では小学校4年生の頃だったと思いますが、那覇市、那覇市立、上等小学校生徒がとても多く、沖縄県内
どころか全国的にもマンモス校と有名でした。お三方が小学生の頃はマンモス校と呼ばれた学校ってありましたか？ご回答よろしくお願いいたします。ダンサーさん、味噌煮込みシーさん、マスクマンさん、採用よろしくお願いいたします。採用しましたよ。またメールして参加します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。マンモス校でしたね。そうですよね。我々の頃結構、私たちはね、うん、マンモス校でしたね。子供の多い世代ですもんね。はい。そうですね。ダンサーズが通ってた小学校も、多くなりすぎて、分校ができたっていう、風でしたし、中学校も9クラスあったと思ったんですよね。すごい、9クラスもあったんだ。そういったところで、まあ、本当マンモス、当時はそうですけど、今はだいぶ少なくなってるんじゃないのかなと思いますけどね。いかがですか？いや、どうでしょうね。少し増えたのかな、一時減ってっていう感じですけど。まあ、地域的なこともありますよね。はい、ああ、そうですね。活感になってるとこもありますけども、どんどん増えてる地域もありますんで。ね、そうですね。さてさていいですか、メール。はい、名越マナーさんからいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。今夜も頑張ってくださいね。今日のテーマ、学校の思い出。私は小学校6年までの4年間同じ担任で、それもエコひいきの強い先生で、子供の頃のいい思い出が先生を思い出すだけで全て消えてしまう。なのでクラス会もあの担任を呼ぶなら参加しないという人が多くて、特に頭の良かった生徒から嫌われていたものです。私は作った詩、歌ですね、詩をどこから移してきたのと言われたことは今でも忘れません。おかげで今の私があります。小説、エッセイ、詩を書いて原稿料をたくさんもらった時代もあるので、私の才能をそんな言葉で見出してくれた先生なんですね。絵画だけは褒められて、今のお店の私が描いた油絵は子供の頃担任が見出してくれたものと感謝しています。そして高校の時に好きな先生がいました。そして卒業して何年かして呼び出されて、結婚を前提に付き合ってほしいと言われたのですが、当に卒業していて、先生への思いはただの憧れで色あせてしまった頃なので、丁寧にお断りしたことを覚えています。その先、その先生、教職を辞めて歌手を目指すのでついてきてほしいって、この先生何を考えてるのと内心心配しました。そんなそんな先生の思い出でした。ありがとうございます。なんかすごいですね。すごいですね。ああ、それで絵を目覚めたっていうことで。絵もですね、なんか絵心をいただいたんですね。まあ、いろんなきっかけってのがありますので、うん、まあ、一つの、はい、ね、まあ、きっかけとしてね、開花する場合がございますので。そうですね。はい。はい。続いて、ハイタイ、名古屋チームの皆さん、こんばんは。ビタミン不足の中、ベロが切れてます。アレックスです。あれ、はい、大丈夫か、大丈夫ですか、ベロ、はい、痛いですよね。高校1年の時、昼休みで4階の教室、ベランダで友達とボケーっとしてました。すると近くの家の2階の部屋の窓がだんだん明るくなって、生徒たちがざわめき始めました。そして悪い予感はあたり、火事でした。火事。タバコをテーブルに置きっぱなしだったそうです。焦げ臭い匂いが残っていて、窓は開けられませんでした。生徒全員運動場に避難。その日の午後1の授業はなくなりました。寒くなる季節ですね。皆さん火の用心です。まあ、そうですよね。ね、どっから出火するっていうのはなかなかね、難しいんですけども、その、ね、ポイ捨てとかで、ね、タバコなんか特にですけども、まあ、ちっちゃい子供もね、ライター触ったり、マッチ触ったりする場合がありますので、ね、本当に気をつけないとね、危ないことになります。皆さん気をつけてくださいね。はい。ではではいいですか？次メール。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、そして滑り王子さん、こんばんは。読谷村からフルムーンイカリーです。今夜のテーマ、学校。僕にとっての学校はきっかけの場ですね。何のきっかけかというと、50代に突入した今でも続いている趣味に関してです。僕の趣味は音楽。ただし演奏する方ではなく、もっぱら聞く方ですが、小中高の多感な10代、当時インターネットもない時代、ラジオなど限られた媒体を通して自分自身のアンテナを引っ張って、洋楽、邦楽問わず耳に入る音楽を片っ端から受信しておりましたね。そして翌朝、学校で友人らに語るわけです。その場に音楽はないのにもかかわらず、
昨日聴いた音楽について、もし旗から見ている人がいたらこの光景は意味不明だったと思います。でも通じたのですよ、僕の友人たちとは。その時は私服の時でした。きっと休み時間中ですね。そして授業中は苦痛だった記憶があります。また今回も長くなりごめんなさい。番組進行頑張ってください。そして今夜のゲスト直木屋は我らが読谷村のミュージシャン、リスナーの皆さんじわじわとブレイクしているのでライブに足を運んでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、この後はゲストの、いよいよゲストの登場です。直木屋さんですよ。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。アルゼンチンから来日して16年、ふるさとのことを思い出しながら日本で楽しいことや苦しいことを経験する中、素敵な曲と出会いました。大城バネサが歌いたかった10曲をこのアルバムに。大城バネサ初のカバーアルバム The Covers 好評発売中。キユナノヤ。ピザ屋の彼女が欲しい。デューセンバーグで殴られたい。こんばんは、直木屋さん。こんばんは、どうも。お疲れ、こんばんは。どうも、お疲れ様です。自己紹介。お疲れ様です。名古屋のマスクマンでございますよ。あ、どうもこんばんは。こんばんは。ラオケアです。今車内から、チャタンの、駐車場の車内から、電話しております。素晴らしいところで。はい、はい、異国情緒あふれる場所ですね。はい。あ、そうですか。いい感じですよね。はい、一応こちらはですね、はい、ダンサーズスタジオといってですね、まあ、別にバレエやるとかですね、踊りの練習するとこではございませんけどもね、はい、いい雰囲気のとこでございますんで、はい、あとこちらにはですね、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あとこちらにはちょっと、はい、ちょっと電波が途切れ途切れなんですけど、わからないところは想像で返しますんで、よろしくお願いします。はい、妄想で結構ですよ。はい、改めまして、はい、踊りの経験ゼロ名古屋のダンサーズでございます。あ、お久しぶりです。どうも。お久しぶりです。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。いきなりすみませんでした。はい、いいですよ。そして、はい、どうもご無沙汰しております。味噌煮込みスキーです。あ、味噌さんどうも。お弁当美味しかったです。ありがとうございます。もう一回食べたい。おにぎり。じゃあまたおにぎり食べたい。今日は直木屋さんにゲストで来ていただいています。去年ね、名古屋でもライブしていただいて。はい、ありがとうございます。もう最高、昭和大好き。もう一回行きたい。もう一回昭和のライブハウスに来てください。昭和以外行きたくない。一着一着で行きたい。はい、一着ですか。直木さん、でもね、今回また酔っ払ってないですよ。お酒飲んで大丈夫です。はい、直木さん、今回また素敵なライブがあるんですよね。はい、あ、そうです。ですね。じゃあ、告知いきます。はい、皆さん、一番重要な告知。間違いない。告知するんですよ。よろしくお願いします。はい。ナオキアライブ with、ナオキアバンド、11月30日、沖縄市ミュージックサウンドであります。ぜひ、皆様よろしくお願いします。入場料が2000円。
前売り券が2000円、当日2500円、高校生以下が前売り1000円、当日1500円、あと、小学生以下は無料となっております。はい、コンビニでも買いますのでぜひよろしくお願いします。はい、本当はコンビニじゃなくても手売りで買ってもらいたいんじゃないですか。あ、そう、そうなんですよ。手売りで買ってもらいたいです。10% 取られるんで、ええ、僕から買ってほしいです。090-978-4-0585にかけてください。っていうか、予約で、入れますんで、僕にメッセージくれたら、はい。はい。直木屋さんのライブに行きたいという方は、ぜひ、SNS、Facebook、Twitter、Instagram、ですよね、はい。にやってられますので。LINE もやってます。LINE も。LINE は、はい、友達しか、繋がらないですけど。そうです。友達じゃない人は繋がらないってことですね。個人的な LINE なんですね。そうですね。公開してないです、LINE は。個人的っていうことですね。はい、ブロックします、知らない人は。それだったら売れないじゃないですか。それだと売れないですね。電話送ください、電話を。電話ですね。あれ、電話番号は、お伝えして大丈夫なんですか。本当はダメなんですけど、はい、窓口がないんで、だから、いたずら電話やめてください、本当に。パンツの色とか、全部いつも黒です。黒か茶色か、ネズミ色。はい、聞いてません。はい、パンツ。ボクサーパンツです、全部ほぼ。はい、ブリーフはないです。はい、聞いてません。各SNS で、つなげていただいて、そこから直接やっていただければということで、よろしかったですか？そうです。はい。途切れましたけど、多分そうです。はい。そうです。はい。ライブチケットの売れ行きは今どうなんでしょうか？それ、聞かないでください。そうなんですね。ですね、はい、今日も2枚売れて、はい、23枚です。23枚。合計ですか？はい。あと39日で23枚。はい、ライブまで。ライブハウスの収容人数は何人でしょうか？ですね。はい。これ、アラビア数字で1100って言いまして、1100人。1100人入ります。まだまだ。そんなめんどくさいこと言わなくてもいいですよ。はい。まだまだ、じゃあね、希望する方、どんどんね、申し込んでほしいですね。1100人入るところです。はい、1100人なんですね。はい。ということで、それで23枚と。はい。もう、沖縄に人住んでないんじゃないかなって、23人しかいないかなと思ってますもん、僕今。こんなに、1100人も人いないんじゃないかなと思って、大変なことになってますね、僕の周りは。はい。半径300メートルは。ということは、はい、1077枚余ってるということですね。余ってるって表現で、正解です。表現が悪い。はい。はい、沖縄の方ってほら、よく前売りチケットってあまり買わなくて、割とこのライブの数日で、ね、数日前に決めて買うとか、当日に来る人とか結構多いですよね。もうその一点集中にかけてます。もう当日1000人。うん、当日、そうですよ。当日1000人押し寄せるかもしれないですからね。では、チケット1万円で売って、人数減らしましょう。もう、先生、ダンサーさん、聞こえなかったけど、はい、多分そうです。はい、はい、もうやります。うん。はい。途切れたけど、はい。はい。何か お酒でも飲んでられるんでしょうか？飲んでる、僕、だって下戸ですから、僕今、コーラ飲んで肺になるぐらいですから。直木さん、コーラで言えますか？水ですよ、水。水。水です、水。水ですか？もうね、あれです、破れかぶれ、八方塞がり。元気、常に元気いっぱいを目指そうと思って、チケットを皆様、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ聞いてる。あとですね、直木屋さんで電光掲示板を背負って、はい、徘徊じゃなくて歩いてるんですか？今ね、キャンペーン。宣伝です、宣伝。徘徊じゃなくて、宣伝。ちゃんと、目的意識を持って歩いてます。はい。はい、今ね、はい、キャンペーン活動されてるってことですよね。はい。今日は、チャタン界隈を歩きました。なんと、はい、今日はね、はい、5人来てくれました。ボランティアで。その応援にですよね。応援に。そうです。僕のためにみんなね、5人も来てくれましたね、ほんと。ありがたいです。ありがたいですね。まだその5人はチケット買ってないですけど。一緒に5枚は増えるかな。一緒にキャンペーン活動。4枚だ。一緒にキャンペーン活動されてるけれど、まだチケットは買ってられないと。はい、ね、当日なんか違うライブ行くとか、なんか意地悪いんですよ。なんか、アン・ルイスのモノマネライブに行くっていう当日、11月30日。あれ、実際なんかあるらしいんで。あるんですか？うん。アン・ルイスのなんかモノマネする人がいるらしくて、そこに行くんだよ俺はって言ってね、いう人がいてね。アン・ルイスのモノマネの人に負けたってことですか？
それを、そうですね、それ言う人がいるんですよね。あの、僕の手伝いに来るんですけど、ムーネーさんって人ですけどね。ラジオネーム公開する。有名シーンとか個人情報出しすぎ。出しすぎですよ。あの、ツイキャスでも、あの、来てますよ。怒られないです。個人情報自分で謝りますんで、ちゃんと。謝ればね、どうにかなるんですよ、僕。うん。まあ、あの、まあ、皆様ぜひよろしくお願いします。はい、あ、そういえば、はい、ダンサーズさん、はい、旧名古屋、はい、番組いつからなんですか。あの、おめでとうございます、番組スタート。あの、すみません、お伝えしましたけども、あの 、はい、10月1日から始まっております。はい、あ、なるほど。はい、じゃあ最近なんですね。最近です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、ナギヤさん、あと残り1分ですので、もう一回、はい、あの、告知よろしくお願いします。はい。ですね、あの、11月30日、はい、沖縄市ミュージックタウン音市場3階の方ですね、3階の方で直木屋ワンマンライブをします。直木屋バンドで出ますので、皆様ぜひ、2000円を持って、2500円、多分5000円あったらお釣りがありますね、なんかいろいろ飲み食いできて。ぜひ、11月30日、開けていってください。ぜひ、遊びに来てください。チケット余ってます、ますので、直木屋までご連絡をよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いいたします。今、土下座してます。あの、本当に。はい。あの、車内で、車内でね、車内で土下座してます。だから、頭下げてます。はい。はい、あの、11月30日にライブがあるという、直木屋さん。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ユミさんからありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。マウスとマウスで。キユナ名古屋。はい、それはなかなかね、直木屋さん面白かったですね、ゲスト。本当ですね。もうね、王子も立ちたいっていうぐらいね、トークがね、とっても面白かったですね。でもね、こんな中でツイキャスでね、トコナツーコンさん、アン・ルイスのモノマネみたいなって、やっぱりそっちの方に興味があるみたいですよ。そうだよね。まあ、モノマネってね、結構面白いですからね。でも、直木さんのね、あのライブもね、あのパワフルでね、とっても面白くてね、ね、面白かったですよね。かっこいいですのでね、あの、皆さんね、あの、寄っていただきたいなと思います。ですね、11月30日ですね。はい、さてじゃあメールに戻ります。こんばんは、かみつきばあちゃんです。あら、直木屋さんがゲストなんですね。みそにこみつきさんの紹介で T シャツも CD も買わさせてもらいました。夢工房まで来てもらってありがとう。ライブ行けるように調整します。もうよかったですね、調整してるって言ってますよ。はい、テーマ学校。学生時代にとても引っ込み思案でした。今では誰も信じませんが、今の感じだったら学生時代は楽しかったんだろうなぁと思います。声を出して発表なんて心臓が飛び出しそうでした。そんな私が県代表として九州大会で3000人の前で発表したんです。少しは緊張したけど、審査員に最初から最後まで、そして名前まで笑わせててくれてありがとうと言われました。1位にしてはしてもらえなかったけど、高校時代は部活バドミントンやるために学校行ってたな。なんだか戻りたいね。勉強も今なら歴史とか得意になりそうです。ではまた来週。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いてどんどんいきますね。はい、はい、泉佐野特急サザンです。小学校での思い出は運動会です。運動が苦手な僕はどうしたら運動会出なくていいかと考えて、体温計をお湯につけて熱が出たと親に言って運動会を休んだことがあります。でも後で親にバレて大目玉を食らいました。あら、まあまあね、これはもう初歩的なあれですけどもね、まあ、王子の場合はね、もう大胆にねエスケープしますからね。よく捕まえられましたけどね。はい、では続いて、ハイサイ、キユ名古屋の皆さん、第4回目の放送ですね。ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、こんばんは。滑り王子ことマスクマンは、今日はちゃんと来てるかね。来てますよ。ジューンチャービラ祭。沖縄から浦添のしんちゃんです。今週のテーマ、学校。もう工業高校を卒業して40年以上も経つと忘れてしまってるさ。
強いて言えば中学校高校とバスケット部でプレーをしていたんだけど、特に商業高校に練習試合に行くのが楽しみだったな。可愛い女の子がたくさんいて、みんなとユンタクできるのがデイジ楽しかったな。ただそれだけですが、何か青森飲みながら聞いてるね。まったね。ステッカー希望。はい、ステッカー検討中でございます。ね、検討してます、はい。どんなステッカーが欲しいんだろうね。いやでもね、先週ね、王子のね、あの裸のね、ステッカーいらないって言ってたよ。あああれは国宝級ですけど。国宝会、うん、続いてですね、はい、タイコピから、こんばんは、テーマ学校、私昔やんちゃしてました。よく先生にしないでケツ叩かれたり、スリッパで頭スパーンって叩かれたり、今じゃ体罰になるんだろうなと思いますが、私は体罰とは思えなくて愛情だと思っています。学校サボれば家まで迎えに来てくれたり、 GTO みたいな熱い先生でした。楽しかったな。あ、滑り王子やっぱり昔はやんちゃだったんですね。だからあんな金髪にしてるんです。金髪の時代ありましたね。金髪にしてるんですよねって、あれはね、あのやんちゃとかじゃなくっておしゃれ染めね。でもね、今はねちゃっかりね白髪染めになってるからね。お引き取りください。あれ、なんだろう。はい、はい、たーい、ダンさん、みそさん、はじめまして、すべり王子様、沖縄からアイスプリンです。学校、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。息子が通う小学校では去年の秋にエアコンが全クラス導入されました。それまでは5月の授業参観でさえ扇風機がガンガン回っているにもかかわらず、少し立っているだけでクラッくらになるほどの暑さで、授業どころじゃないだろうと思っていましたので、本当に良かったです。さすがに体育館にはエアコン入れられないようですので、相変わらず灼熱な体育館なのですが、いつかは導入されるでしょうね。で、でもね、結構いろんなところ、教室ね、導入されてますよね。まあ、そうですよね。まあ、環境の目を考えてとかね。ね、ありますよね。暑いですからね。はい。続いてね、モーラさんから、はい。名古屋のダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん。王子お疲れ様です。そしてゲストの直樹さん、お疲れ様です。学校で楽しいことといえばやっぱり給食の時間ですよね。小学校の頃揚げパンと牛乳が美味しかった。高校の頃はカレーライスが安くて薄い黄色の片栗粉が入ってるような全然辛くない、むしろ甘いみたいなカレーが一番好きだったな。昔風のカレーです。わかりますか。それではまたまた iPhone から送信。はい、ということでですね、もうこれエンディングになります。あらあら、進撃のめいちゃんから来てるんですけど、また来週紹介したいと思います。今日読めなかったものはまたの来週、はい、はい、させていただきます。エンディングです。ありがとうございます。はい、では来週のテーマを発表していただけますか。はい、来週のテーマはインターンということで、来週のテーマはインターネットです。はい、この番組はザ・カバーズ絶賛発売中、大城バルサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ツイキャスもたくさんありがとうございます。トニモン団長さん、おかちからもちさん、浦添のしんちゃんさん、タイコッピさん、沖縄にワンチュールさん、タッチョンさん、カミツキばあちゃんさん、泉佐野の特急サダンさん、ミネラルミラクルさん、エヌシュンさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだたくさんありがとうございます。ヘイテンカラカラー。